大阪でお生まれになって、で、まあ、アメリカにそれから行かれたんでしょうか。そうすると、その先ほどおっしゃった、まあ、いわば日本から飛び出してみると、どこも同じっていう、ステージは、まあ、地球は同じみたいな、そういう考え方にやっぱりなるっていうのが、ものすごくその共感をするんですけれども、表現者としてこう持っていくものは、何も日本人に分かってもらうとか、何人に分かってもらうではなくて、日本人として作ったものを、そのステージ、大きいステージの中で誰かが共感してくれる、それは一部であっても世界がステージになればっていう感そうで覚すね。ですよそうね。ですね。だから日本人なんだけど、最終的には地球人って言われるじゃそうないいですか。そういうで、感じそうでなんすですけね。ど、地球人というのはつまりすごくグローバルですよね。で、グローバルになればなるほど、自分のステータスっていうか、自分のそうですね。ステージっていうか、それが何なのかっていうのが気になるっていうか、地球人って言われてもあまりにもとてつもなく宇宙人って言ったとしてもですよ、宇宙 人って言言いわれ足たりんらと思いながら。私たちは地球人って言わざるを得ないじゃないですか。地球人って言ったらやっぱり私は日本人って、いや、だからグローバルになっても変わらない、変こわれらないんは。ですよ。だけどそれは日本人だからこそとか、アメリカ人だからこそとかじゃなくて、なんか自分のその原点みたいなところはそこにそこにあって、ありますよその日本人としての何かがずっと連綿とその宇宙につながってるみたいなとこね。がありますよね。だから宇宙の銀河系のどっかに親戚がいるかもしれないみたいな、ちょっとこうとてつもない話ですけれども、だけど小さく小さく小さくまとまっても結局はすごく大きな中にいて、そのつながってるっていう気持ちはありますね。だそうでからすね。日本人って言っても宇宙人っていうのと私自身はつながってるんですね。その感覚はす日ごく本よくわか人りだから日本語しか喋らないとかじゃなくて、単なる日本人っていうの、そこがなかったらちょっとスタンス、自そう分でのすこね。う、自分が生まれてから今日までのことをしかわからないわけだから、その生まれてない時のものっていうのは宇宙に存在するわけですかそうら、ですそね。このところは自分の意識の中ではちょっとこうものすごく不確かじゃないですか。そうすると生まれた時からとするとやっぱり日本人そうですかな。ね。そこがもうベースだし、そこから自分がこう人生を重ねていっそうですね。て、そうですね。まあ、春桜を何回積み重ねてとか、そういう浴びたシャワーで外に出て、でベースに戻ってきて作ったものが今ここにあるっそていううですね。ことですよね。とこさんの場合は本当にここにいっぱい反た物ぶというんかのいっぱいあります。割かしというか、もう本当に時代を超えてるというか、今とかじゃなくて、ステイしてる、まあ、不動というか普遍的な柄行きが多いと思うんですけそうど。ですね。今、まあ、漫画が日本の、まあ、カルチャー、それもちょっと伝統文化になりつつあありるま漫す画が、ね。でそうすると、その矛先に、まあ、これは言っていいかわからないけど、主観として、あれ「ベルサイユ宮殿村」上隆あれはまあ賛否はあるでしょうけ史。ど、それはやっぱりベルサイユの伝統とはちょっと融合、私はあまりしてほしくないかなとは思うんですけど、それいろいろ賛否あると思うんですけど、そこで合わせた何かがこう生まれてくるっていう発想はね、面白いとは思うんです。すごいいきなりこう飛び越えたなっていう感覚が、私でにはもストレンジに映あのってきまし方もでもやはり日本学科から出た。ああ、てらしてそうるから、か。それがそこに到達してるっていうのはすごいなと思います。ああ、ピカソがまるでその簡素化した、もうラファエを超えたみたいなところから、単だ純からな絵に入っ非常にその、それがだから新しい方向を示唆してるかどうか、私はアーティストじゃないんでわそかのらヒなスいんトでリーすを聞けくとすど、ごいと思いますね。だから確かにね。次、だからそれがそれににやりなものがいっぱいあるとすれば、それはちょっとどうなのかなと思いますよね。だからフィギュアとかああいうのはちょっと私には理解できないんですけれども、ただあの方の絵に関してはすごく面白いなっていうふうにそ思うでいすまね。すし、それだはからそれが僕、ベルサイユなのかなっていう、こそのれ感覚がは
いいんじゃないですか、はい、表現としては思います、うん、ベルサイユだから面白いんじゃないかな。あ、そういう感じ。あれがポンピドーとかだったら、うんうん、普通かなって。あ、なるほど、飛び越えますもんね、うん、ね、だからやっぱりすごくこう伝統的な、うん、ものと革新的なものが共存した時に、はい、うん、やっぱりそれに対してイエスという人とノーという人もいるけれども、 そうですね、そこから新しい。あ、分かります。すごくそれは分かるんですよね。だからその意見を合わせる必要はないと思うんです。そこのそのすれ違っているそのギャップのところから、うん、新しいものが生まれる。絶対そう。そうですね。うん、ギャップ。最初からこうだろうなと思うものの中には何もない。うん、そうなんですよ。絶対反、うん、真逆のものが一つになった時に絶対面白いもの。ね、うん、そこにこう。エネルギーっていうんですかね、こうガーッとこうなんていうの、こう石と石をこすり合わせた時、パッと火花が出るみたいな、なんかそういうものじゃないですか。だから私のデザインでも最初からこうなって、はい、ああなってって、うん、そういう感覚で作ってないですよ。どん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 変化していって、まあ、さっきもうちのアシスタント話してたんですけど、うん、テキスタイルとデザインとかこう両こうテキスタイル作りながらデザイン描くんですよ、ね、うん、でも最初からそのここに到達するっていう形にして、スタートさせるともうその通りになっちゃう。なるほど。そうじゃなくて、なんかこれはこれで面白い、これはこれで面白いで両輪になって行ってもなんか平行線みたいなところが、そこで一つにするところになんかすごい面白さがある。なんかその感覚的にはそのアンステーブルっていうか、こうなんかちょっとこう収まらないところをずっと作っていかなきゃいけないかもしれないですね。収まっちゃったっていうと、それ見ててもエキサイティングじゃない部分が出るかもしれないですね。そうなんですよ。だから全然違うものと違うものを組み合わせていくっていう、その無理やりじゃないですけれども、なるほど、ね、うん、なんかそこで初めてなるほどね、うん、人と違うものがひょっとしたらできるかな、うん、なるほどね。じゃあそのベルサイユにあれがあっても私はなんとなくいいような気がして、今合わせるわけじゃないけど、うん、いつまでたってもこうやっぱりその安定しないんですよ自分の中に。ってことはそれはすごくある意味成功というか表現してますってことですよね。だから面白い、次のものが生まれるんじゃないですかね、はい、ということですよね、うん、ということになるんですよね。そう、だから伝統って私たちも言いますけど、うん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 、伝統が伝統そのままに、そのままの形で表現してもそれは単なる伝統ですよ、はい、確信にならないでしょ。そうですね、だからあえて京都でこんなことするっていうことは、彼らはやっぱりさ、やめてくれって言われることを私はやってるかもしれない、うん、昔言われたみたいですよ、うん、とんでもないやつだとか、うんうんうん。